自分 の, あのベストな走りできた時には結果もついてくると思ってるので、もうそれだけです。はい、本当にあの我慢比べのレースになるとは思うんで、そういった部分ではね、あのファイナルラップの本当に最後の最後まで1秒1秒大切に、うん、走っていければなと思っています。まあやっぱ勝たないといけないレースなんで、これはまあ僕はやっぱできる走りをあのしたら、まあ結果が多分出てくると思うんで、まあいい走りをまあするだけだと思ってます。
初の初。これでまた5連覇達成して、こう日の丸を背負って、ワールドカップで、まあ、走ることができます。でですね、まあ、やっぱ僕自身の目標はこうワールドカップで、表彰台に立ちたいと本当に思ってるんで、やっぱまあ本気で日本人でもできるっていうところを見せたいんで、頑張ります。マウンテンバイクを盛り上げる、盛り上げるんだっていう熱い気持ちをみんな日本人で持ち続けたら絶対日本人でもできると思うんで、この日本人の強さを世界にみんなで見せましょう。今日はありがとうございました。